どうも、ラウチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのモンスターやっと完成しました。使っていきましょう。ゾーマですね。作るのが本当に難しかった。S と L サイズ別を用意してます。で、レベルは100で、ステータスもカンストしてます。こっちが S、 こっちが L ですね。カンストです。で、 L の方のスキルですけども、ゾーマ賢さアップの3、4となってます。で、 S の方がゾーマと賢さアップ4、闇ガード。ちょっとなぜか闇ガードを入れちゃったんですよね。これ雷ガードの方が良かった。ちょっとこれはミスってますので、今度変えましょう。で、特性ですね。 S の方はこんな感じ。凍てつく波動と氷結ブレイク大、魔力の風となってます。氷結ブレイク大、これがあるので、シャド系が通りやすいですよね。で、L の方になると、こんな感じです。凍てつく波動に、2回行動、秘めたる力、ブレイク台に、魔力の風、氷結のコツですね。氷結のコツが入ってきますので、シャド系がさらに強くなる感じで、秘めたる力で3ラウンド目から強くなる。で、2回行動いいっすよね。うん。1、2じゃなくって、確実に2回行動するので、これはいい。まあ、とにかく、どれぐらい強いのか。楽しみだ。使ってみましょう。それでは実際に戦ってみましょう。マフィアデドスもあるし、絶対レイドもあるんですよね。でもまあ、賢さ高いので、マフィアデドスの方がいいでしょう。凍てつく波動も使えるっていうのがいいですよね。OK。まあ、息吐いて、休みにしてる、してあげるっていうのも、いいかもしれない。まあ、効くかどうかは分かんないですけど。で、身代わりですね。HP 高いから別に身代わりはいらないか。まあまあしときましょう。どんぐらい与えるだろうね。大丈夫。効かない。5、600いけばいい。600、おしよ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 し。あ、今のが1回攻撃だから S の方だね。で、こっちが L。どうだ ?2 回行動いいな、やっぱり。おー !600、700いく。素晴らしい。これもうオートでよくない?ね、身代わりだけにしてるので、オートでいいっすね。効かん、効かん。どうだ?いや、強えわ。いや、強いわ。これひどいね。これはひどい。それではもう一戦いきましょうか。気づいてない。そのまま戦って良さそう。で、MP が、S の方が500後半で、L の方が、700ちょっとあるんですよ。なので、MP 系のスキルは、お、強えな!強いな!MP 系スキルはいらないね。うん。MP 十分にあるので入れなくていい。これ構成どうするかな?いや、終わりかい!強っ!はい。ということで今日は完成しましたゾーマを使ってみました。スキルですけども、ゾーマと賢さ4。これはもういいと思うんですよ。もう一つを耐性にしたがいいね。耐性。電撃と光が、もう弱点なんですよ。あと、封じも弱点。うん、封じられると、とてもじゃないけど弱いので、まあ、そこら辺を、カバーしてあげた方がいいかな。うん、火力を上げたりするよりも、弱点をカバーしてあげた方が良さそうです。うん、もう L なんかもそうですよね。S と比べると、弱点は若干良くはなってるんだけども、やっぱり封じとか MP 吸収、あと電撃光、その辺には弱いので、そこをカバーしてあげた方が良さそうです。うん、L の方は今、賢さ3、4が入ってるんですけども、3を抜いて、まあ、スーパーガードとかそこら辺を入れれば良さそうですね。うん、まあまあ、とにかく強くって、すごく驚いたんですけども、まあ、使うのであれば、間違いなく L。L サイズが
絶対いいです。まあ、2枠使うんですけども、それぐらい強い。もうとんでもない強さなんで、ぜひ、L サイズのゾーマ、作って、使ってみてください。これ対戦でも絶対いいと思いますよ。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。